OK、 始めていこう。前回の実験を続き、ウッドウォールの神殿から始めていきますよ。前回こちらの方プレイしましたが、残念、時間切れでゲームオーバーになってしまいました。このムジラの仮面、時間制限がありますからね。だから時間までにクリアしないとダメですから。もうはぐれ妖精とか無視でいいね。時間は限られてる。宝箱はなんだ、最初からですからね。前回一応すべてじゃないですけど、一応ね、ここの方はプレイしたんですけど、時間切れでアウトになっちゃったんで、全部が最初からなんでね。最後の朝、あと24時間ですよ。あと24時間で何ができるんだ、教えてほしいね。限られてる。仕方がない。頑張っていこう。24時間、もう時のオカリネで最初の時間戻した方がいいかもしれないね。いや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 、この限られた時間でクリアしますよ。それが醍醐味ですから。オッケーオッケー。確かまず下だよね。下で。弓を取りに行かないとダメですから、オッケーオッケー。弓を取るためには、こちらの、とこで鍵を取らないとダメ。うん。行こう。もうミスは許されないよ。やり方は全部わかってる。オッケーオッケーオッケー。じゃじゃじゃジャンプ。じゃじゃじゃジャンプ。で、確かどっちだっけ？こっち、あ、そこだよね。そこに鍵があるんだよね。あ、上になんかあれがあるな。目のマークがある。あ、わかった。あそこの弓を刺すんだね。ぶっ刺すんだ。簡単じゃないか。じゃあ弓を手に入れていこうか。ドゥルルルー、小さな鍵を見つけました。ウェイ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 。あ、落ちちゃった。あかん、あかん、ジャンプ、届いて。ほぉー、あ、なななな、落ちた。危ない危ない危ない。時間は限られてると言ったはずだ。バカ野郎、ふざけんじゃねえよ。え、えい、えい。よーし、ギリギリ。で、こっちね、ダンジョンマップがあるんだ。ダンジョンマップを取っておきましょう。マップというよりは重要だからね。現在マップないですから。オッケーオッケーオッケー。すぐさま行くんでーす。入るんでーす。失礼しまーす。はい、こいつの倒し方が前回苦戦したんだよね。こいつ簡単。もうなんでこんなことも気がつかなかったんだろう。おう、オッケー。こんな感じね。普通に攻撃してもダメージは食らわないんですが、この下から出てくると、タイミングよく出てくると、ペーラー、おいや、死ねえ。後悔しろ。俺にあったことを後悔するんだ、ウェイ。あ、ダメージ効いちゃった。まあいいや。来い、カモカモカモ。時間は限られてる。その中で何をするかが重要だ。死ねえ、バカ野郎。二度と俺の前に現れるなよ。ふざけんじゃねえよ。前回めちゃくちゃ苦戦したからね、倒し方がわからなかったから、結構苦戦するよ。何すればいいのかわかんないけどね。オッケー、宝箱。これはダンジョンマップですね。これで下にマップが追加されますよ。えい、私はまた一つ強くなるという感じでね。はい、下にマップが表示されますね。こんな感じ。へい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 。じゃあ上画面表示といきましょう。時間は限られてる。素早く移動しよう。リンク、走ろう。走ることも大切だ。えい、えい。えい、えい、えい、えい。で、ポムン、ポムンと行こう。ポムンと行こう。勢いよくポムンと行こう。勢いよく行ったね。よし、ポムン、いいね。で、中に入るんで、失礼しまーす。またここに戻ってきた。こちらの左側目指していかないとね。ちなみにね、このウッドウォールの神殿は、この、デクナッツの姿の方がいいね。じゃないと厳しいから、リンクの姿だと、この毒沼、歩けないからね。はぐれ要素、興味ない、興味ない。はぐれてろ、勝手に。はぐれ妖精はね、また別の時回収したいと思いますので、とにかく今回はもうストーリーをクリアすること、これが目的ですから。確か勇者のあれはこっちだったよな。ここは火をつけないとダメなのか。あ、めんどくせえ。めんどくせえ。結構めんどくせえ。待て、デクナッツねえな。デクナッツある？待て。水！リンク！リンク！そこで水捨ててどうする？いい意味がわからないよ。今んとこ、リンクの意味がわからないね。オッケー。はい、仮面を外すんでーす。で、アイテム設置。デクナッツの木ですね。これで火をつけないとダメなんで。これでオッケー。すぐ行こう。毒沼に落ちたアウトだからね。デクナッツだとバウンドできて沈むことはないんですが、リンクが毒沼に落ちるとダメージ食らうだけだからね。お前いたんかい？お前無視でいいや、もうめ、What？ What？ 謎の回転攻撃。ふざけてるね。何そのダメージ。ふざけんな。オッケー。ムシムシムシ、ガンムシですよ。オタクなんてガンムシですよ。あー、ちょっと待って、これ押したら火消えるんじゃないか。あー、最悪だ。時間の無駄だ。もうこれいいでしょう。押さなくていいでしょう。勝手に動け。エスパータイプ持っとるからね、俺ポケモン。オッケー。早く降りてこい、ハゲ。ハゲええね。はい、死ね。What？ What？ 謎のダメージ。ふざけてるね。What？ What？ 何何何このダメージ。ふざけすぎでしょ。舐めてるね、オタク。オタク結構舐めてるね。オッケー、はぐれ要素興味ない。近くに寄ってくんじゃねえ。お前に触りたくも触れたくもないね、俺は。お前みたいな人間大嫌いだから。人間じゃないけどね。うん。これでいけるようになりますね。ちょっとあいつうざかったな。ダメージめちゃくちゃ食らいまくったよ。ここでやられるわけにはいかんからね。わーお、ダメ！あー、こいつはデクナッツの姿に変えた方がいいね。えいー。
シャボン玉ポムン死ね、一発で死ぬんだから調子乗るんじゃないよ。でしゃばるんじゃない、あ、これコンパス部屋か、違うね、ここコンパスだ。早く出ないと、早く出ないと。コンパス取っても意味ないからね。まあ、取っとこうか、一応。早く早く早く。大抵の謎は解いてるからね。あとはもう、ボス部屋に行くだけ。まあ、ボス部屋がどこにあるのかまず分かってないんだけどね。前提問題ね。どこなんだろう、ボス部屋は。オッケー、宝箱。宝箱ね。また噛んだよ。前回の実況でも噛んだけどね。宝箱を言えなくて、タバラ箱みたいなめちゃくちゃすごい噛み方したからね。そして今回も噛むという。あー、お前に時間。なんで？なんで倒せないの？ What？ 謎の不死身モード、ふざけてる、理不尽だね。何今の不死身モード、なかなかふざけてるでしょ。オタク結構ふざけてるね。OK。で、またこれ、デクナッツの火をここで取って、の上につけなきゃダメなんだよね。なあ、お前いたんかい、お前いたんかい、気がつかんかったわ。復活するの早すぎだろ。どういう原理だよ。どういう原理で復活したのか説明してほしいね。説明って必要よ。えい。ジャンプ、オッケー。えい。ゲッチ。えい。えい、燃えた。ドゥルルルルルルン。あおいえ、時間は限られてる。素早く行こう。あー、で、ここは待てよ。あ、黒いの出てくるね。よくわからない黒いの出てくるよ。気をつけて、弱な気をたくさん感じる。たくさん、嘘でしょ？そんないんの？よくわからねえ。マクロクロスケ出ておいでじゃねえんだよ。ふざけんな。出てくんじゃねえ。出てくんじゃない。まだいるか。ゲッチュ。登ってる最中に攻撃するのってマナー違反じゃないでしょうかね。僕の勘違いでしょうか。僕の価値観の違いかな。君たちにはわからないのかな。マナー違反のような気がするけどね。オッケー。で、火つける。火つける。スベック。スベック。時間は限られてる。その中で何をするかが一番重要だ。えいマクロクロスケ出ておいて。あ、近くいる、あ、近くいる。近くいる。逃げないと。めちゃくちゃ近くにいたね。画面で姿変わるのよ。オッケー。そんな声出さないで、怖いから。一回一回怖いね。時間は限られてるぞ。スベック行かないと。えいで。えい、よしよしよし、行こう行こう、大丈夫。あんなよくわからない虫、虫でいいんだよ。虫だけに虫でいいんだよ。そんなしょうもないダジャレ言っとる場合じゃない。時間は限られてると言ったはずだ。うわー、現在昼の12時か。残るは12時間ですね。12時間じゃないね。あと十数時間かな。うん。次の3日目の朝になるとアウトだもんね。4日目の朝かな。そこでアウトですよね。オッケーオッケーオッケー。待てよ待てよ待てよ。これどうするんだっけ。勇者の、まず勇者のあれをゲットしないとダメだから、ちょっとボタン押してみよう。あ、ボタン押せない。リンクの姿戻らないとダメだね。軽すぎるんでね、このデクナッツリンクじゃ軽すぎるんで押せないんですよ。で、押すとどうなるんだ？あ、そうだそうだ、ここショートカットが増えるわけね。下に行けるようになるわけだ。橋が追加されるんだね。ほうほうほう。で、こっちはなんだっけ？あ、なんかある。あ、やっぱあれ弓、あそこ弓で撃つんだね。オーケーオーケー。目って撃つとこだよね。リンクシリーズで大抵目って撃つとこだもんね。よし、来た！ここだ！勇者の弓はここで取るんだ。早くしろ、興味ない。お前の登場シーンほど興味のないもんはないでしょ。火吐くな。火吐けるんかい。火吐けるんか。お前結構強いな。オッケー。何？ゲッチュ。火吐かせねえよ。吐かせねえよ。何？ジャンプすんじゃねえよ、おい。ふざけんなよ、おい。ゲッチュ、弱えな、お前。お前結構弱えな。お前火吐くくせに弱えな。火吐けや。戦闘中に火吐けや。やる前に火吐いちゃったからガス欠になっちゃったんだね。かわいそうな人だよ、本当に。そんなこと考えずに、後先考えずにこういうことをやるからこういうことになるんだよ。バカタレ、ふざけんじゃないよ。えいドゥルルル、勇者の弓を手に入った。これで私はまた一つ強くなる。うん。行こう行こう行こう。時間は限られてるぞ。早くしろよ。もう、ダンジョンも解決するだけじゃダメだからね。うん。弓設置、弓設置。ドゥルルン。ここでいいでしょう。で、多分こっちに撃つんだよな。合ってる？あ、全然違うとこ行くね。あれ？撃つのじゃないのか？近くで撃たないとダメか。L 注目では注目できないのか。合ってるよね。あ、の、全然違うとこ行く。イエス！合ってるね！よかった！ほう！あー、真ん中に追加されるわけだ。ほう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 。わかったわかった。おー、なんで上下？
なんで上下に移動すんの？移動する必要ないよ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 、ふざけんじゃないよ。なんで上下に移動すんの？オッケーオッケー。皆さんもお忘れなく、あのリンクシリーズでね、あのゼルダシリーズであの目があるマークとか弓で大抵撃つ場合、フックとかで引っ掛けるとかね、いろいろありますから。合ってる？合ってる？落ちて落ちて、オッケーオッケー。すぐ上がろう。この部屋は何なの？隠し部屋だね。ちっちゃい部屋だね。下にマップが映ってるんですけど、結構ちっちゃい部屋。行こう！ポムーン！ポムポムーン！ウェイウェイウェイ！オッケー。時間は限られてるからね。すぐ行こう。よーまたなんか何こいつ何こいつ何こいつちょっと待ってちょっと待って、後ろなんかいる。何チャットチャット。ゲコよ、挑発されてるわよ。こんな弱いのあんた舐められてるんじゃない？舐め、は？調子に乗るなよ、クソが。おい、どうした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 おい、どうしたどうした、ワッツ何？何？わーお前来るんかい！ちょっと待てよ、これスナイパーだね。こいつの倒、え、こいつ、ちょっと待てよ、直接ダメ、ちょっと待て、ちょっと待て、どうする？とりあえずこのスナイパー下からガンやってみるか。オッケー、カモン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 。来いや、かかって来いや、喧嘩上等、ウェイ！あ、あらら？は、あらら？どこに行く？逃げんな、卑怯者、降りて来いや。えい！バカ野郎、調子に乗んなよ。あー、またかこれ。うわー、めんどくさいな、こいつ倒すの。何回もこれ乗る。何回か与えないとダメなんだね。えいー、また降りた。あー、そういうことね。簡単だ、簡単だ、こいつ。スナイパーの倒し方さえ知っときゃ簡単に倒せる敵だね。あ、魔力が切れた。オーマイガー、あかんあかんあかん。魔力切れたね。あ、リンクの姿戻っても。どこにいる？どこにいる？え、どこどこどこ？あれ、どこ？いたいたいた。これ、あ、勇者の弓で撃とうか。降りてこい、降りてこい、ハゲ。わーお、またか！いかん！あー、グダグダが続くな。魔力がなくなっちゃったんで、今。マジで？これ、何回ダメージ与えたらいいの？めんどくせえぞ、かなり。お前に時間使ってる場合じゃないからね。OK。そしてリンクの姿に戻って弓で撃ち落とそうか。待て、逃げんなハゲ。止まれや。ゲッチュ、おー倒した、ゲッコーナイス。ああ、おお前正体可愛いじゃねえか。ちょっと燃えたわ。ちょっと可愛いと思った自分がいるね。どこに行った、あのカエル。いたな。お前何してんだ、お前何してんだこの野郎。おい、跳ね返されるんかい。話しかけれないの？あ、かけれないね。あ、ちょっと待てよ。これカエル取れるんじゃない？あの、瓶があれば。ちょっとやってみようか。取れないのかな、カエルは。あ、時間ないからね。早くしよう。あ、取れないね。あ、取れないね。取れてもいらないね、そもそも。前提問題そんないらないっていうね。そんないらなかった。さてなんだ。ルピールピールピー。あー、まずい。時間がない。時間がない。早くしろ。早く開け。えいー。ドゥルル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 ル。よーし、ボス部屋の鍵、ほうほうほう、手に入れた手に入れた、行こう行こう行こう。ボス部屋下に映ってるからね、右の部屋にある。ほう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 、右の部屋。右の部屋にあるね。下画面こんな感じで映ってるからね、現在。あー、時間ない、ごめん、早くしよう。うわーお、まずいな。こんな感じ。右にあるね。デクナッツの姿戻って。やばい、これ。あ、やっぱ3日目の朝から全部始めておいた方が良かったかもね。だったら時間スムーズにいけたもんね。こういう、そういうゲームだもんね、そもそも。学習しながら、また戻ってみたいな感じだもんね。さて、右の部屋というのはどこだわ？どこの部屋だ？あ、この、え、この下にあんの？え、どこどこどこ？こっちだよね。あ、こっちか。あ、こっちだね。オッケーオッケー。下に映ってるね。ちょっとごめん。ピクリともしないわ。What?なんかあるか？目とかあんのか？何すんのこれ。あ、ボタンある、ボタン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 、早くしろ。あれだあれだ、あれを押せば多分開封する、開封する。いや、よくわかんないけど、やってみよう。やる価値はある。あーと、リンクの姿戻らないと。えいー、何？宝箱？え、違うんかい。ちょっと待てよ、何するんだこれ。チャットチャット、何見て、ちょうど、ここからな、ちょうど下にあったものがよく見えるわ。よく、何のひ、
What? ちょっと見て、ここからならちょうど下にあったものがよく見えるわ。ここ絶対なんかのヒントだよね、これ。何のヒントだ？下にあったもの。ちょっと待って、この画面だと時間かからないからね、考えよう。これ何するんだ？下にあったもの。あれ動かすのかな？あれでもな、動かないんだよね。前回やったんだけど、攻撃したんだけど、何の反応もなかった。何をする？ボタンを押しても宝箱いらない。宝箱いらない、僕。いや、待てよ、これなんだ？なんかのヒントなんだよね。チャットがなんか言ってるけど、ちょっとごめん、俺には全く意味がわからないわ。理解できない。見て、ここからならちょうど下にあったものがよく見える。下にあったものってなんだ？あー、どうしようか。下に、あ、妖精いるじゃん。下？あ、やばい。これ、待てよ、これ。何すんだ？やばいやばい。ちょっと待って。トントントンと、ちょっと戻ろうか。何をするんだこれ。わからない。わからないから辛いんだ。辛いからわからないのか、どっちなんだ。これでも何これ。これ火つけろってこと言ってんのねえ。なんかここあるの不自然だよね、これ。でもどうやって火つけんの。ちょっと、え、ちょっと待てよ。あっち側行ってみようか。なんかあるのかもしれないね。ちょっと待てよ。何をする。下にあったものがよく見える。ここだよね、映ってたとこは。何もないけど。何もございやせん。何もないぞ。どういうことだこれ。何をしたらいいんだ。やばい、時間ないじゃん。火をつけろってことなのかな。何で火つけんの。あそこどうやって火つけんの。待てよ、リンクの姿戻っての、これ届くかな。待てよ、デクノキ、デクノキ、あ、ちょ、時間がないと言っている。なあ、違う、弓じゃない、こっちだ。あー、届かないね。あー、届け届け。あー、ダメだ。何をする。どっか火出てねえか。あー、落ちちゃった。あかんあかんあかん。わからない。わからないから辛い。これ何すんだ。何もないよね。宝箱、宝箱何なんだろう、そもそも。ちょっと待って、時間だけが過ぎていく。これ止めれねえのか。ちょっと待ってよ、今止めておく。何をするんだ、これ。あれ、火つけたらいいのかな、あそこに。どうやって火つけんの。弓矢火つけれねえわな。弓矢って火、もともとつけてないとダメなんだよね。火の弓矢もあるけど、火の弓矢じゃないとダメなんだよね。そういうのを持ってないと。デクノキでもつけれない。わっつ、どうすれば。なんかねえか、なんか、ボタン。まずい、時間ない。うわー、終わったなー。なんかねえの？何あれ？あー、外した。外した。これ？待てよ。こういうこと？いや、違うよな。うわ、いかん。さっぱりわからん。これ無理だな。これ積んだわ。これ積みましたわ、あんた。あかん、積んだ、終わった。あ、わかった。わかった、わかった。こうだ、こうだ。ほら見て、合ってた。そうなんだよね。前回の実況来た時に、
ここをなんか調べられるんですよ。調べたらね、なんか焦げ臭い匂いがしてるっていうあれが出たんだよね。合ってた合ってた、よかったよかった。あ、じゃあこういうことだ。え、違う、え、どういうこと。ここに火ついたからって何があんの。あかんかんかん、ちょっと待って、ちょっと、あ、下が毒沼変わってる、毒沼じゃなくなってる。わーお、時間ない、終わったー。マジかこれ、やばい、あと5分しかないじゃないか。また失敗だね、これじゃあ。とにかく乗らないと。おい。あ、わかったわかったわかった。そういうことね。え？こういうことだよね。これでまた弓で撃つってことだ。合ってる合ってる。うわ、弓の矢がない、弓の矢がない。え、違うの？火つかない火つかない。なんで火つかないの？これ、ああ違う、これこれはデグナッツでつけるんだ。オッケーオッケーオッケー。え、あれ直接いけるか。あ、え、これ弓で撃つってこと？やっぱ、わーお、これす、え、何すんのこれ。回ってる。ちょっと待てよ、これ。え？よーし、あ、やっぱ合ってた。もう最悪だ、これ、いけるか。残り時間考えて完全ボス無理だけどね。行こう行こう行こう。もうとりあえずボスの姿でも見ていこう。4分で間に合うとは思わないけどね。なんだここは。なんだここは。ここもなんか意味がわからないんですけど。うわー、これでも謎は解けたのね。弓を撃つんだ。いやでもこれ弓当てるのも相当難しいけどね。これ弓がなくなったらどうすんの、そもそも。え、ちょっと待って、高さが足りない。ルピーがある。ルピーが今取っても意味ないからね。どっちにしろ意味なくなるから。あれ？あ、これ分かった。ここでジャンプしながら行くんだね。うわ、時間伸ばすことってできねえか。時間を、あーもう最悪。何してんだ、このクソハゲ。もう邪魔すんじゃねえよ、もう。クソハエが。よくわからない生物邪魔すんな。意味がわからねえんだよ。お前の存在価値を教えてくれよ、俺に。何お前の存在。意味がわからないね。理解しようとも思わないね。お前と友達になりたくもないね。消えてしまえ。消えてなくなれ。なんかあるね。これ何？あ、これ攻撃すると、ははははは。え？あー、これ最悪だなー。ぐだったなー。まあ、最後もうボスの姿だけ見ておきましょうかね。今回もちょっと。あー、もう最悪。何してんだこいつ。早くしろ、もうクソハゲ。邪魔すんな。あ、ダメだね。もう倒しておこう。あー、腹立つわ、こいつ。今素でイラついたね。あ、そうだ。MP ねえんだ、これ。もう早く来いや、こっち。早く来いよ、こっち。なんで肝心な時だけ来ねえんだよ、クソハゲ。よくわからない生物が。死ね、二度と俺の前で笑うな。その面見せるなよ。申し訳ない。今回も時間制限でもう目いっぱい無理ですけどね。謎はすべて解いたので、次回の実況でまたやっていきたいと思います。うん。あ、登るんじゃないね。こっちから上がるんだ。オッケーオッケー。あー、まずい。一回死んだらめんどくせえことになるな。最後、ボスの姿だけ拝んで終了したいと思います。もうこれは時のオカリナで3日前に戻し最初からした方がいいね。うん。そもそも最初から時間なさすぎる。余裕ない。そういうゲームだからね。時間を進めながら、戻しながら、まあ、一つ一つ解いていくっていうのがこのゲームの醍醐味ですから。最後、ボスの姿だけ。え？これどこ行くの？こっちか。あ、こっちじゃないね。あ！あ、これ時間なんだ。はぁ、あ、はぁ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 。あそこ、これ時間であれになるんだね。ほうほうほう。じゃあ姿戻しての。これ弓でもいけるよね。うわ、弓だとちょうど見えない角度に置いてるんだ。やらしいなこれ。
大人のいやらしさを感じるね。性格悪いわ。あ、これ上上がれない？どうだ？上がれないね。ん？はい、まあ、ボス部屋まで直前まで来ましたが、どうやらもうこれ時間が足りないので、もう、前回の、次回の実況でね、全部もう一回戻して、そしてまたウトオールから始めていきたいと思いますので。まあ、とりあえず謎は解いたんで、進展はあったね。進歩はあったね。よかったよかったよかった。ってなわけで今回はこれにて終わりだ。次回こそはね、本当にクリアしたいと思いますので、多分クリアできる。ボスが強くなければね。また崩壊ですよ。まあ、このシーンはもう見る必要はないので、今回はこれにて終わり。申し訳ない。今回も終始グダグダクリアすることはできませんでしたが、謎はすべて解きました。あの日はね、弓を使うんですね。でも、難しいわな。初見じゃ無理だもんね。俺もちょっとたまたま今思いついて撃ったらなってたもんね。やっぱ一通り調べるべきですね。僕も前回の実況で最後の方にあれ調べたんすよ。真ん中のやつをね。ほんだ焦げ臭いっていうのが出たんで、あ、もしやって思って見たら正解だったわけなんですけどね。このゲームは3日間でやる。謎解きなのに時間制限があるというね、ものすごく焦るんですけど、焦ります。焦りますよ、本当に。まあ、しゃあないですね。今回はこれにて終わり。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。次回こそはね、このウッドウォール、沼地をクリアできるように頑張っていきたいと思いますので。謎は解きましたからね。あとはスピード命ですから。とりあえず3日前に時間を戻したいと思います。じゃあ、バイバイ。また次回見てくださいな。